はい、こんにちは、ゆうです。今日はですね、こちら、ホーリーランドさんに、ワイヤレスマイクをね、ご提供いただきましたので、紹介していこうかなと思います。はい、こちらが、その、ラークマックスというね、商品になります。発売したのは今年ですかね、半年ぐらい前になるんですかね。はい、なります。まあ、ホーリーランドさんといえば、僕もね、そんなに詳しくはないんですけども、まあ、調べたところね、なんかリアルタイムな伝達を実現するために、無線映像伝送とオーディオシステムをなんかね、提供している会社で、結構ね、プロの現場で使われているようなメーカーだそうです。で、そんなね、ホーリーランドさんからこのワイヤレスマイク、ご提供いただきました。で、このね、ワイヤレスマイクなんですけども、まあ一番驚きなのが、なんとね、こちらがね、カメラにつける受信機になるんですけども、で、こっちがマイクになるんですけども、これね、250m ね、離れて、最大ね、250m 離れて、話すことができるというね、ワイヤレスマイクとなっております。ワイヤレスマイク使っているので、せっかくなので、離れてみます。ちなみにカメラはね、あそこに置いてます。わかりますかね？はい、こんな感じです。そこにマイク、カメラ置いてます。もう 250m って言ったらね、もう前もね、メーカーさんからね、ワイヤレスマイクご提供いただいて、まあ、50m ぐらい離れて話したんですけども、もうね、カメラとかね、全然見えないんです。250ってどんだけ離れてっていう感じになるんですけども、まあそれでもね、音声届くようなワイヤレスマイクになっております。なのでね、非常にね、強い伝送システムかなと思います。はい、そんなね、ワイヤレスマイク今日はね、紹介していこうかなと思います。はい、こちらのマイクなんですけども、まあ、こういった感じでカメラの上につけて離れて話したり、あとはスマートフォンにも取り付けすることができまして、スマートフォンに取り付けてワイヤレスで音声を入れることが可能になっております。それではちょっとね、中身を開けていきたいと思います。はい、ということで、こういったね、ケース、頑丈なケースに入っています。止水ファスナーですね。で、これを開けると、さらに、こういった感じで、ケースが入っています。で、これがね、実は充電ケースになっています。で、この充電ケースを開けると、中にマイクが2つですね。トランスミッター2つに、受信機1つというね、組み合わせになっております。で、今ね、開けて気づいたと思うんですけども、こういった感じで、もう蓋を開けると勝手に電源が入ります。で、これを取り出すと、なんとね、もう電源オンオフする必要もなくね、勝手に自動リンク、マイクのトランスミッターですね、側と受信機が勝手にね、もうリンクされます。なので、いちいちね、送信機でオンオフ、受信機でオンオフとかね、そういったね、する必要は全くありません。で、この中にね、また充電器の中にしまい込むと、勝手にね、もう電源オフになって、自動的に充電が開始されます。めちゃくちゃね、便利です。で、感じのね、中身の方なんですけども、カメラ側につける受信機が1つ。そして、マイクがね、2個ついています。こんな感じですね。まあ、2人でね、対談するときなんかも便利ですし、まあ、1人でね、話すときなんかもね、実はバックアップになったり、あとね、ステレオで音声がね、収録できたりというね、役割を持っています。はい、こういったセットになっております。非常にね、可愛いデザインのワイヤレスマイクのシステムになっております。で、こちらのね、受信機なんですけども、なんとね、タッチパネル式となっておりまして、もうここのね、場所で全てね、操作することができます。マイクの操作だったり、いろいろね、操作することができます。ではちょっとね、中身の方だけ見ていきましょうか。それでは商品の機能を紹介する前に、少し付属品を紹介しておきます。で、先ほど紹介したように、こちらこのケース自体が充電器となっております。で、これを開けると、トランスミッター、マイクですね、マイクが2つで、受信機が入っております。で、こちらが風防になりますね。ウィンドウスクリーン、トランスミッターに
風切り音を防止するための風防が一つずつついています。であとケーブル関係ですね、タイプ A からタイプ C の充電用のケーブルですね、ついています。でこちらがスマートフォンとかに接続するタイプ C to タイプ C ケーブルついております。でライトニング、 iPhone 用のタイプ C ライトニングついています。でこちらが 3.5mm のカメラにつなげるコードがついています。でこういった頑丈なねケース、こういったものを一式まとめてねしまえるケースがついています。でこういった感じで蓋のね上のところにジップがついていますので、ここに全部ねコード類とかウィンドスクリーンとか、若干ねちょっと浅いので入れにくいんですけども、まあ、全部ねまとめて、まあ、押し込む形になるんですけども入れることが可能になっています。まあ、こういった感じでちょっとね窮屈なんですけども、まあ、全部入れて全部ケースに入れて持ち運びすることが可能になっています。という感じで中身はね、まあ、必要最低限ほぼ揃っておりますので、すぐにね購入したら撮影することができます。それではね実際に外に出てこのマイクを使いながらちょっとね僕が良かった点などをね一緒に紹介しようかなと思います。それではどうぞ。はい、今ですねホーリーランドのラークマックス使っています。どうでしょうか音声の方、こんな感じで離れたところからね話すことができます。カメラはね6700つけています。で換算で 75mm ぐらいの画角で今話しています。でこちらのトランスミッター自体にもね音声入れることができまして、 48kHz の 24bit で収音することができます。まあ、32bit フロートね最近増えてきましたけども、なんか僕もいろいろマイクのこと詳しくなかったので調べたんですけども、もう 24bit あったら全然ね音声の編集っていうのはねこと足りるみたいなので、もう普通に全然使えるような音声収録となっています。でこのマイクなんですけども2週間ぐらいかな使わせていただきました。毎日のようにね使ってますね。で僕がだいたい使っているのがこういった感じで Vlog ですね。 Vlog の用途によく使ったり、あとはね室内で YouTube 撮ったりするのに使っています。まあ、今までね僕ワイヤレスマイクそこまでね重要視してなかったんですよ。ショットガンマイクいつも使っていたので、まあそれでいいかなと思ったんですけど、まあねワイヤレスマイクのメリットっていうのはやっぱりどれだけねカメラと離れても、まあ一定の音声で入れれるっていうのがね一番メリットかなと思ってて、でそれをね体感してしまうともうねやめられなくなってしまってます。まあなのでこんな感じで離れていっても音声ね一定に入ってると思います。でこちらのねトランスミッターなんですけども、今ね防風ウィンドジャマーですかね、ウィンドスクリーンっていうのをここつけてます。これは後付けでつけることができて、室内だったら外して使うことができます。で今ね風吹いてます。風吹いてるのに結構風の音入ってると思うんですけども、このウィンドスクリーンつけると、はい、こんな感じで音声どうでしょうか。はい、でこういった感じで、まあ、クリップ型になっておりますので、服のねこういったところにも簡単にくっつけることができますし、まあ、っすぐしたい場合でしたら後ろはねマグネット、強力なマグネットついてますので、まあこんな感じで服に T シャツとかそういったねクリップできるような服じゃなかってもくっつけることができます。でそれ以外にもこのマイクの特徴としましては、やっぱりノイズキャンセリングついてますね。ここにここを押すとランプがね緑に光ります。今緑になってます。これでノイズキャンセル入ってます。でもう一回押すと青に光ります。これが通常のモードになります。はい、ということで今ねノイズキャンセルなしで話してます。どうでしょうか。ノイズキャンセルなしです。でこれがねノイズキャンセリング入れました。どうでしょうか。ノイズキャンセル入れて話しています。で他にはね EQ モードっていうものもありまして、
通常はハイファイっていうモードなんですけども、ローカットでやると低音カットされます。これがねローカットになりますね。であとねボーカルブーストってありまして、人の声を明瞭に聞かせるような設定もあります。はい、今ねハイファイからボーカルブーストに変えました。音声どうですかね。僕の声が明瞭に聞こえるようになりましたかね。はい、ちょっとねこの機能はあんまり使ったことなかったので、またねちょっと確認してみます。で他にはね、そうそう今伝えておかないといけないことなんですけども、ちょうどね Amazon のブラックフライデー、この動画撮ってる時やってるんですけども、ブラックフライデーで今ね1万円ぐらい安くなっております。通常価格ね4万7000円ぐらいなんですけども、こちらのマイクトランスミッター2つと受信機1つのセットなんですけども、それがだいたい3万7000円ぐらいだったかな、3万7000円ぐらいだったかな、そのぐらいになってますので、まあ、非常にねコスパのいいワイヤレスマイクかなと今思います。さっきはね外の音声撮ってたんですけど、ちょっとね室内戻ってきてスマホでね今度つけてみたいと思います。こういったね iPhone とかにもね取り付け可能になってまして、今ちょっとね iPhone の音声で話してみますね。はい、じゃあ実際にね iPhone で撮った音声はこちらになります。はい、今ね iPhone の内蔵カメラで話しています。音声どうでしょうか。マイクテストしています。どうでしょうか。次はね iPhone にラークマックスつけたいと思います。で iPhone の場合はこのねライトニング14以前のねものはこのライトニングついてます。で15の場合はタイプ C のケーブルついておりますので、これは15 Pro を使っておりますので、こちらのタイプ C のケーブルをつけて話します。まあこういったね受信機をつけるホットシューのようなアクセサリーがあると便利です。でちょっとケーブルが長いので、なんかね回してあげるといいかなと思います。でこれ送信機つけますね、ここに。はい、はい、じゃあねまた iPhone で撮ってみたいと思います。はい、じゃあね今 iPhone に取り付けました。 iPhone15 Pro ですね、取り付けました。ラークマックスを iPhone に取り付けて話しています。音声どうでしょうか。マイクテストしています。どうでしょうか。どうでしょうか。はい、といった感じで、こういった感じで、まあ、iPhone でもね、まあ、綺麗な音声で収録することができます。まあ、iPhone って言ったら風切り音とかね、非常に気になると思うんですけども、そういったものも、まあ、防いでくれたりっていう感じですね。で、離れたところから撮影できるというね、スタイルも撮ることができます。じゃあ、室内だったらね、先ほどのノイズキャンセル、どういった働きをするかね、テストしてみたいと思います。今ね、室内何も換気扇とか回してない状態なんですけども、ちょっとね、隣の部屋で、換気扇台にしてちょっとテストしてみたいと思います。はい、今ね換気扇を台にしてきました。聞こえますかね、換気扇の音。じゃあねこれからノイズキャンセル、ここボタンを押してやってみたいと思います。はい、今ノイキャン入れました。どうでしょうか。ノイキャン入れております。はい、ノイキャン入れております。どうでしょうか。じゃあこれノイキャン切ってみますね。はい、こんな感じで今ノイキャン切りました。どうでしょうか。で今ねちょっとね良い点ばっかり話したんですけども、ちょっとね気になる点も何個かねあったので、そこねちょっとねお伝えしようかなと思います。まあ実際ね僕あまりマイクのことを詳しくないので、な音質的なとことか技術的なことってあんまり話すことできないんですけども、実際ね使っててちょっとねここはもうちょっとこうだったらいいかなっていう点がね何点かあったので、そこだけねお伝えしようかなと思います。まずねここ受信機のディスプレイなんですけども、先ほど言ったようにタッチパネルでね非常に使いやすくなっております。もう大型のディスプレイで非常にねカメラにつけてても見やすいです。まあ、ですけどもねちょっとね自撮りするときなんですけども、自撮りするときにどうしてもねこっち側が自分の方に向いてしまうんですね。まあ、なのでどうしてもねディスプレイが全く見えなくて、なんか音割れとかね、そういったのがちょっとね、心配になるときありますので、あと操作とかもできなくなりますので、よかったらね、この上部とかにね、ディスプレイとかついていて、ここでね、タッチパネルで操作できたら、一番ね、僕良かったかなと思います。ちょっとね、後ろ側なので、もう後ろの方でしかね、操作できないので、そこはね、ちょっとね、前に自撮りするときなんかはね、ちょっと使いにくいかなと思いました。ただね、全体的に、この後ろから操作する分に関しては大きなダイヤルと
まあ、大きな画面で非常にね見やすくいいかなと思います。あとはねもう何点かありまして、今度ねこの受信機のことなんですけども、まあ、受信機ね非常にねコンパクトで使いやすいんですけども、ただねあのボタンとか押した時にやっぱここ胸とかにつけてたら録音されてるかねされてないかっていうね結構ね心配になってきます。そういった時はここでねあの受信機の方で出ますので確認はできるんですけども、なんかねたまにそういった受信機を見ないというかね見る暇がない時とかもありますので、ここでねなんかの録音してるかどうかっていうね振動でもねこれ知らせてくれると助かるなと思いました。ボタンを押したことになんかね合図振動ねブルブルっと震えるような振動があったら助かるなと思いました。結構ね無音で起動したりするので、なんか振動でちょっと触って直感的に分かるようなね機能がついてたらより良かったかなと思います。で他にはねノイズキャンセリング、先ほども聞いていただいたように、まあ、耳障りなね換気扇の音とか消してくれるんですけども、ちょっとねあの道路大きな幹線道路とかで大きなね車の音とかそういった場所の環境で使うとちょっとね声がねダブルというかねなんかちょっと処理がね変になるかなといった感じがしました。今ね車の量がめちゃくちゃ多いんですけども、マイクの聞こえ方どうでしょうか。ちょっとね大きめに話しています。じゃあちょっとノイキャン入れてみますね。はい、ノイキャン入れてみました。どうでしょうか。音声の方どうでしょうか。ノイキャンを入れております。じゃあね、ノイキャン外してみますね。はい、ノイキャン外しました。聞こえ方どうでしょうか。なのでちょっとね使い分けは必要かなと思いましたので、まあ、何でもかんでもねちょっとねノイキャン使うのはねちょっと音質的に気になるかなと思った点が1点です。で最後もう1個なんですけども、これはね個人的な使い勝手なんですけども、結構ね外で僕使うこと多いので、このトランスミッター側にウィンドスクリーン結構つけて撮影すること多いんですね。なのでもしね可能だったら今後ねこういったウィンドスクリーンつけたままで充電できるようになってほしいですね。これね一回一回外してまたね出かけることになったら、結構ねこの僕ねウィンドスクリーンをね忘れることも何回かあったので、まあ、これねもう外すのめんどくさいというかね、つけたり外したりするのめんどくさいので、まあ、このまま充電器になんかね入れて充電できるような工夫が今後ねあったらいいかなと感じました。はい、まあ、僕がね気になった点は以上になります。はい、ということで、まあね、あまりねマイクのことに関してちょっと得意じゃない僕がねまたマイクのレビューをさせていただいたんですけども、まあそれでもね2週間ぐらい毎日のように使っておりますと、結構ねこのマイクいいなと感じてきました。で今までね僕結構ショットガンマイク今も使ってるんですけども、でワイヤレスマイクってあまり使う習慣がなかったんですけども、まあ実際ね外に出て Vlog とか撮ったり、あとはこういったレビュー動画とかで使ってみたりしたんですけども、まあ、ワイヤレスマイクねあったら便利ですねと思いましたね。まあそれはね動画内でも紹介したように、やっぱり周りの環境音とかもそこまでね入れずに、まあ自分の音声を中心に入れることができますし、あのねずっと胸につけたままなので口元とこのマイクの距離っていうのを一定に保つことができますので、音声もね、まあ、安定して入れることができます。ただ僕ね結構大きく喋ったり小さく喋ったりするっていうね癖がありますので、ちょっとそれはねちょっと自分のせいなんですけども、まあ一定のね声で喋ればもう一定の音量でマイクのね距離が離れることないので入れることできますし、まあ非常にねいいかなと思いました。でちょっとね紹介し忘れたんですけども、まあさらにねこういったこのラベリアマイクですね、ラベリアマイクもつけてね胸元にねこういった感じでつけて使うこともできますので、よりねそれをつけることによって自分のね声を集中的にね入れることできますので、まあ、よかったらねラベリアマイクの方もチェックしてみてください。まあ本当にね
まあ、使いやすいマイクかなと思いますね。まあ、内部収録24ビットで収録できますし、で長時間音声をね内部で入れることができます。でそしてで大きな、ね、タッチパネル搭載のモニターもついていて操作もしやすいですしね、まあ、僕がね使っててね、うん、先ほど言ったようなちょっとしたね不満はありましたけども、まあ、使いやすいワイヤレスマイクになっているかなと思います。はい、ということでね、先ほどもお伝えしましたように、今ね現在 Amazon でブラックフライデーで1万円ぐらい安くなっておりますので、もしね気になった方はぜひね概要欄にリンク貼っておりますので見てみてください。まあ本当にねホーリーランドさん、ちょっとね僕はあまりマイクのこと、ワイヤレスマイクのことそこまでね詳しくなかったんですけども、いろいろねこういった感じでご提供いただいて、まあいろいろ知る機会もなりましたし、まあ、ワイヤレスマイクね今後ね使っていこうというような、ね、感じになりましたので、まあ、今後もねこれ外出するときとかなんかをね使おうかなと思っております。はい、ということで本日はねこちらホーリーランドさんからご提供いただきましたワイヤレスマイクラークマックスの紹介でした。またね何か質問がありましたら、まあ、あまりねちょっと詳しいことがお答えできない、僕の知識ではお答えできないかもしれないんですけども、よかったらね気になる点がありましたら概要欄にコメントいただければと思います。本日の動画はこれで以上になります。それでは。